面白い脚本だね。山科君ってこういうの得意なんだ。ああ、心配してたんだが、リツカがいい扱いでよかったよ。悪魔たちが選んできた台本だぞ。お前に何があるか分かったもんじゃないだろう。心外ですね。きちんと内容は精査しましたのに。それに書かれた方は人間ですよ。お前たちの言い分に耳を貸すつもりはない。それでは読み合わせから始めましょうか。皆様、準備はよろしいですか？いつでも構わない。まずは全員が出演するシーンで肩慣らしといきましょう。シーン10からお願いいたします。ああ、私からか。ようやく巡り会えた。君をずっと探し求めていた。我が国に安寧をもたらす存在、長きにわたる旅路の末、こうして巡り会えた。だがまさか、求めていた君が隣国にいるとは知らなかった。我が国には今危機が迫っている。姫、どうか力を貸してはもらえないか。しかし、君に秘められた力は古の魔導士さえもしのぐと聞いている。それだけではない。空を焦がし、海を割り、瞳の輝きでビームを放ち、口から火炎を吹き出す力を持つとか。私も少々疑問には思った。だが台本に書かれた通りのセリフだ。すごい姫君だね。
おい、書かれた通りとはいえ、今のセリフは聞き捨てならない。うちの妹を公衆の面前で怪獣のように扱う気か？炎を吹き出す姫君なんてどこにいる？魔界では時折そういう女性を目にする。気にするな。悪魔の基準で判断するな。後で山科君にセリフを少し調整していいか聞いておくよ。もうよろしいですか？では次のセリフから続きをお願いします。はいはい、僕からだね。愛らしい姫、僕からもお願いだ。君の本当の力を見せてほしい。そうだったら僕に任せてごらん。君すら知らない君の魅力を全部引き出してあげるから。乙女を成長させるのは、そう、恋心。僕と恋をしようじゃないか。まずはお互いに手を取って。そんなの気にしなくていいよ。さあ、僕の目を見て。君のすべてを満たしてあげるから。抜け駆けしてんじゃねえ！痛っ！今、角で殴っただろう！うるせえ！てめえはすっこんでろ！お前は俺様が連れて行く。なんかよくわかんねえが、お前がいりゃ百人力って話だろ。いいじゃねえか。俺様がますます最強になるチャンスだ。一緒に来いよ。悪い扱いはしねえぜ。みんな脱線ばかりでぐちゃぐちゃだね。俺は別に国がどうなろうと構わないんだけどさ。
君がとんでもない力を使ってあらゆるものを壊してく姿、想像するとたまらなくなってくる。ねえ、俺と一緒においでよ。二人で破壊の限りを尽くすんだ。きっとゾクゾクするよ。夏目坂四季、七城明治、二人とも離れなさい。怒られちゃった？なんで俺様まで。明治、四季、きちんと台本を読め。ウリエ、お前もだ。狙ってセリフを変えたな。ごめんよレム、彼女の緊張をほぐしてあげようと思っただけなんだ。鍵抜きレム、練習開始から5分も経たずにこれだぞ。いくら協力してやると言っても最低限のルールくらい守れ。悪魔にルールもヘッタクレもあるかよ。なんだと？なんだよ、やろってのか。偉そうにわめきやがって。ここで蹴りつけてもいいんだぜ。望むところだ。今すぐ滅ぼしてやる。やりづらいな。エクソシストに見張られながら稽古ってのも。そう？俺は叱ってくれる人が増えたから大歓迎だけどな。ね？こっちを期待に満ちた目で見ないで。聖水振りまくわよ。本当に？どうせなら頭から思いっきりやってよ。さあ。来ないで、来ないでってば。分かった。お前たちいい加減にしないか。まだ2ページしか進んでいないぞ。困りましたね。協調性がないのは存じておりましたが、ここまでとは。公演本番、大衆の前で恥をかかなければよいのですが。
皆様、お疲れ様でした。本日の練習はここまでといたしましょう。終わった終わった。座ってばっかで肩が凝ったぜ。思うようにははかどらないな。ようやく台本の半分か。そうだな、効率的な練習方法を考えた方が良さそうだ。おい、リツカ、ちょっとこっちへ来い。アズナも。どうしたの？疲れただろう。差し入れを用意してある。ああ、もちろん。長時間の練習じゃ体も頭も疲れるからな。糖分は大切だ。ちゃんとポットに紅茶も用意してるところがリンドらしい。ああ、差し入れを持ってくるのは可愛い女の子って相場は決まってるのにな。エクソシストが作ったお菓子か。食べたら毒が入ってたりして。嫌味を言うだけなら立ち去れ。そもそもお前たちに分けてやるつもりはない。その兄貴が俺様たちに差し入れるわけねえだろ。どの道人間の食いもんじゃ満足できねえしよ。悪魔の味覚は人間と異なる。食べることはできるが、同じように味わうことは難しいだろう。どうぞ、我々は気にせず召し上がってください。そうか、好きなだけ食べていいぞ。お前のために作ったものだからな。
それなら作った甲斐があるな。詰め込みすぎてむせるなよ。どうだかな。俺から見たらまだまだお前は可愛い子供だよ。なんだか見せつけられてる気分だね。同感。でも彼女の美味しそうな笑顔はいいね。見てるだけで満腹になれそうだよ。あ、どうしたんだレム。いや、何でもない。それでは本日はここまでとしましょう。お疲れ様でした。今日もよく頑張ったな。ドーナツを作ってきたからあっちで食べよう。リンドも毎日よくやるわね。当然だ。こいつに差し入れをするのは俺の責務みたいなものだからな。みんな少し聞いてもらえるか。今日は私が差し入れを用意した。何？もちろん君も食べてくれ、構わない。ロエ、準備は？はい、ただいま。遠慮なく口にしてくれ。待て。悪魔が用意した食べ物だ。罠としか思えない。それほど不信があるならお前が先に口にすればいいだろう。安い挑発だが乗ってやろうじゃないか。この中に何を仕込んでいようと屈する俺じゃない。リンド、大丈夫？悔しいことに普通にうまい。美味しいの？毒とか入ってるんじゃなくて？当然だろう。使用人に手配させた市販品だ。それならそうと早く言え。喜んでもらえて何よりだ。よければまた差し入れよう。
君を見る限りそのようだ。先ほどから実に楽しそうにしているな。恥じらわずともいいだろう。私も悪い気はしていない。おお、このクッキー食べやすいし見た目も可愛いし、さすが会長さんってとこかな。立花リツカ、そのままでいてくれないか。そのまま動かずにじっとしていてくれ。地元に少し粉がついていた。クッキーの周りの砂糖だろうな。気にしないでほしい。それとあまり身構えないで。君を手荒に扱うつもりはない。鍵抜きレム、誰の許可を得てそんなに近づいている？手荒なのはどちらかといえばこっちだな。何をぶつくさ言っている。お前はやはり一番油断ならない。だったらどうした。過保護も度が過ぎれば本人から煙たがられるぞ。うちの妹に限ってそんなことはない。うわ、もうまた始まった。あの二人どっちも大人げないね。ほっとこうよ。ほら、蝶々も危ないからこっちにおいで。いやいや、こっちも幼馴染が申し訳ない。お詫びと言ってはなんだけど、明日のスイーツは僕に用意させてくれないかな。ずるいな。点数稼ぎ？だったら俺も差し入れしようかな。なら俺様もその勝負乗ってやるぜ。おい、お前の好きそうなもん持ってきてやるから首洗って待っとけ。
いいではありませんか。このような交流からも団結力は生まれるもの。劇の成功のためと思いましょう。ここより永遠に去るべし。甘いな。これで罪だ。はい、今日のスイーツは僕が準備したよ。シュークリームは好きかな。こいつの好物を見抜くとは、ソガミウリエ、侮れないな。おお、お前ら、今日は俺様の舎弟たちから差し入れだぜ。美味しそうだけど、太ったら絶対悪魔のせいにしてやる。今日はケーキを作ってみたんだ。みんな食べるでしょ。ケーキがなぜうごめいているんですか。新鮮なんだよ。ほら、最初はお疲れの君に食べさせてあげるから。あーん、じゃあ老園にあげるよ。ほら、たっぷりお食べ。いりません、そんな気色の悪いもの。近寄らないでください。うわ。よし、今日の練習もここまでにしよう。ああ、読み合わせは十分だろう。明日からは動きもつけることにする。ようやくって感じだね。普通の演劇部に比べたら亀みたいな進行スピードじゃない。蝶々の手作りか。今回ばかりは食べないなんて選択はないね。へえ、プルプルしてる。面白いもの作ってきたね。なるほど、その気遣いありがたくいただこう。ま、
お前が食ってほしいってんなら全部食ってやるよ。独り占めするんじゃない。お前たちは遠慮という言葉を覚えろ。確かに最初の頃に比べたら進歩してるかな。劇の中身も団結力って意味でも。ああ、そういえば一つ念のためご報告が。本日学園の周囲にヴァンパイアの気配が残っておりました。ヴァンパイアだと？穏やかじゃない話題だね。何のために学園までやってきたのかな。足取りまではたどれませんでしたので、何とも。ただ目的はおそらく。大丈夫だよ、私たちがついてるんだから。おい、この学園に奴らが侵入することはできるのか。敷地内は我々の力を張り巡らせてある。ヴァンパイアが中に入ることは不可能だ。学園祭のように人の出入りが多くなる場合は危険だが、平時に侵入される恐れはない。その確証はどこにある？わずかな隙を突かれたらどうする？ならば彼女からひとときも目を離さなければいい。そのためにお前はいるのだろう。当然だ。これから練習？頑張ってね。
あのシーン本当面白かったよ。クズハさんにそう言ってもらえるとなんか自信が出るな。君か。どうやら行き先は同じようだな。ああ、構わない。最近はセリフもほとんど頭に入っているようだが、よどみがなくなってきている。君はよくやっている。自信を持っていい。そうだろうか。公正さを重んじ、くじで決めた。あいつらも主役の座は譲らないと聞かなかったからな。だが、私も譲るつもりはなかった。
配下の者に情報は集めさせている。必要があれば君からも当然話を聞くつもりだ。ただその必要がない日は生徒会長として劇の成功のため尽力すべきだろう。君は時折痛いところを遠慮なくついてくるな。私は君との時間を悪くないと感じている。練習を重ねる理由はそれだけだ。行くぞ。遅刻は厳禁だ。どうした？ああ、全力を尽くそう。はあ？よく聞こえなかったわ。もう一度言って。思考学園の悪魔たちが生徒会主催の演劇を行うそうで、毎日のように練習に精を出しているとのことです。グリモワールの手がかりとなる娘も劇に参加すると。呆れるわね。一体何をやってるんだ。でも使えるかもしれないわ。あの連中以外の舞台関係者を探りなさい。一般の生徒も協力してるはずよ。はっ、かしこまりました。生徒会主催の演劇ね。舞台の上で踊らされる悪魔なんて滑稽だこと。その舞台血の色で染めてあげるわ。楽しみになさい。